バイナリー兵器、または二種混合型化学兵器は、化学兵器の一種で強い毒性を持つ化学物質自体の代わりに、毒性物質の潜具体となる二種類の化学物質が、容器内に物理的に隔離された状態で同梱されている兵器である。二種類の潜具体はこれらの混合の結果生成される、毒性物質よりも、はるかに毒性が低いように選ばれており、このため、 バイナリー兵器は運搬や保管が通常の化学兵器よりも容易である特徴を持つ。バイナリー兵器は使用された時、容器の中の2種の化学物質が混ざり化学反応を起こすことによって毒性物質を生成する。多くの場合、最終機構として作られた毒性物質をエアロゾルとして散布する機構が備わっている。バイナリー兵器に必要とされる 化学物質の少なくとも一種は、化学兵器禁止条約のスケジュール一指定物質にされているため、条約により、バイナリー兵器の生産、使用、貯蔵は多くの国で禁止される。混合式 M687-155mm 砲弾バイナリー兵器の一例としては、アメリカ軍が1970年代に開発した M687 がある。m 6は、 化学兵器砲弾であり、メチルホセホニルジフルオリドと他の2種類の化学物質が容器内に核壁に分けられた状態で砲弾内に同梱されている。この砲弾が発射されると加速により核壁が壊れ、化学物質同士が混ざり、サリン神経ガスを生成する。また、ミドルベリー国際大学院モントレー校の科学、 生物兵器比較産調査プログラムの責任者によると、金正男の氏は、VX ガスのバイナリー兵器が使われた可能性があると述べている。この理由として、もし容疑者が直接 VX を所有していたなら、VX の蒸気により死亡しているはずであるからと述べている。アメリカ軍は、VX ガスを発生させる化学兵器砲弾として、x m 三十六を研究していたが、 問題があり、実用化されていない。シリアにおける化学兵器廃棄の際は、バイナリー兵器の戦具物質も廃棄することが明確に決定されている。TV シリーズデクスター警察官は、殺人鬼シーズン6のエピソード10-11において、メチルホス本酸ジフローリドとイソプロピルアルコールにより、サリンを生成するバイナリー兵器が描かれている。 2002年の映画トリプル X, X, X ではソ連製のサイレントナイトと呼ばれる二種混合型兵器が登場する。同映画ではテロ組織アナーキー99とその首謀者容疑によりサイレントナイトを太陽光発電を動力とした自動潜水艦アーブからミサイルによって発射するという計画が描かれている。ありがとうございます。